はい、こんにちは。川部屋です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。10月の1週目の週末、大内山川での釣り納めが完了しました。8時から3時過ぎまでやって、彦瀬で1匹、乙部の下流で4匹釣って終了。川には鮎はたくさんいるんですが、群れになってしまい、追い毛がほとんどなく、流れの中でちょっかいをかけてくるのを拾っただけですね。一応背がかりのもね、かかったんですけど、こんな状況なら悔いなく終了できます。今シーズンはお世話になりました。また来シーズンもよろしくお願いします。私はもう少しだけ注文の鮎取りをしていきます。よし、用意スタート。もう流れが、まあまあ乗るよ。
水飲んだ。水飲んじゃった。絵の影で今上がってきたら外れた。外れて慌てて水飲んで。Put.